どッろきでございます。緊急で、えっ、ー、と、カメラ回しております。えっ、ー、と、今世間を騒がして、えっ、ー、と、いる札幌の、えっ、ー、と、ホテル内でのあの殺人事件で、ちょっとあの、続報がありまして、えっ、ー、と、今の LINE ニュースで引用してますけれども、えっ、ー、と、札幌の知人女性逮捕 すすきの殺人死体遺棄容疑ということで、えっ、ー、と読み上げます。札幌市中央区のホテル客室で、恵庭市の会社員男性62歳が殺害され、一緒に入室した人物が逃亡している事件で、男性の遺体を客室に遺棄したとして、札幌中央署の捜査本部が24日、えっ、ー、と本日ですね、死体遺棄の用の疑いで、男性の知人、 で、札幌市内の女を逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。捜査本部は同日午前、今日の午前ですね、えー、同容疑で女の自宅の家宅捜索を始めた、えー。捜査本部は女性が男性の殺害にも関与した疑いがあるとみて、殺人容疑も視野に調べる方針ということで、今、なんとこと、なうの あの、ホットな情報でございます。俺もあの、札幌に住んでるんで、いや、これちょっと迷宮りするかななって、ちょっとあの、心配したんだけども、まあ一応、容疑者が、まあ出たってね、見日かったってことなんで、よかったと思います。皆さんもちょっと続行、待ちましょう。というわけで、北のロッキーでございました。でしたっけ